こんにちは。手で芸をするコミーです。もうね、多分動画以外で編んだのかなっていうくらい全然進んでいませんね。でこうくるんってなってきちゃうんだけど、これ編み方がいけないのかな。まあつなげば平気ですかね。ちょっとずっとこれやっぱ気になってるんですよ。こう編み進まないとカバさんにできないので。でね、時々アフリカフラワー編んでますかってコメントいただいたりとかもあったりしたのもあるけど、はい、ずっと気になっているんですよ。だからコットンだからもしかして冬の間手をつけないんじゃないかって思うと、それはそれでまた怖くて、早くカバさんは作りたいしね。なので今日はちょっとこれやってみようと思っているんですけど、もう久しぶりすぎてすごい忘れてる感じがしてね。一応これも入ってたんですけど、この手書きの汚いやつ、まあ編めないかもしれないみたいな気がちょっとしていますが、ちょっと先にね、これ裏側なんですけど、この玉編みの椅子カバー、インスタとかではねアップしています。ブログとか、どうかな、ね、こういう感じで写真は写しているので、この緑の部分はね写るんですけど、この赤と青はもう早々にこのもうちょうど座面のところで終わってしまって、でその後もうなんか家にある余りゲートをこう総動員的な感じでね、太さとかももうバラバラなんだけども、この辺とかどうなっちゃってんのっていう色になっているんですけど、とりあえず玉編み、この辺は減らし目をして、で中長編みは減らし目しないで、最後に細編みで結構減らし目して、もうキュッてこういう形になってます。もうすごいなんとなくで減らし目しちゃいました。すごい2121みたいな感じかな、この最後の減らし目なんて。でもう入んなくても無理やりこう伸ばせばね、ニットだから入るかなと思って、今日ねちょっと工事の音が大きめです。今日は確実に入っている。私はなんか工事の音に負けないように喋っている感じがします。はい、ね、こんな感じで出来上がってます。ちょっと椅子は今持ってきてなくて映せないんですけど、このやっぱりね2本撮りがしっかりめの、こうなんて言うんでしょう、こうあんまへなってならない、こう持ってもこうまっすぐになっているみたいなね、くらいしっかりしています。そう、なかなかよくできた。はい、でこれは昨日の夜完成させたんですけど、湯たんぽカバー、昨日ねダイソーに行って紺があったんですよ。紺だけ、シフォンムースね、白はなかったので、だから紺一玉だけ買って、この辺で終わってたんです。白も終わっちゃって、こっから全部紺で編みました。そんでこれはスレッドコードね、でこことここだけちょっと一目飛ばして穴を開けました。どういう風に結ぼうかなと思いながら、一応穴だけ開けといたんですよ。なんかボタンでもいいかもしれないしと思って。で紐は こっち側はこうなってね、ここに通して、でちょうどこの湯たんぽのね蓋がここに来て、でこう紐を後ろに回して、まあ、ここで結ぶという、何の細工もないです。まあでもここにね、蓋もあるし、ここに結び目があっても別にいいだろうみたいな、こんな感じです。思いつきでやった割にはまあまあですよね。そう、この辺も全然構想がなく編み始めたので、まあ可愛くできたなっていうね、自画自賛の、はいはい、ドヤ顔です。はい、じゃあ行きましょうかね。
大丈夫かな、全然自信がないじゃあまずこれからですね。で次が白、紺、赤の順番ね。はい、じゃあこれなんだっけ、48枚とか編まなきゃいけないんですよね。大丈夫かって感じですね。1,2,3,4,5、本当に忘れてる。1,2,3,4,5、真剣だと無言になってしまう。いけませんね。まあそれは違う話か。体調はね、はいはい、いろいろ心配していただいてありがとうございます。昨日はなんかね、神様みたいなのが降りてきたんじゃないかと思うぐらい、なんかすごい調子に乗ってどんどん編んじゃって、そしたら心配していただいてまあやりすぎ感は自分でも感じたんですけど、あのね、反動だと思いますね。やっぱり一日何もできなかったから、あの動けるっていいなみたいなそんな感じがあって、まあ、なのでね、ちょっと調節しながらとは思っていますけど、声はね、あのかなり普通の声になってますよね。で鼻もちょこっと、ちょこっとって感じです。でそう、あのアレルギーね、ないって言いましたけど、あの寒暖差は多分あると思うんですね。寒暖差アレルギーっていうのかな、ちょっと分かんないけど、その寒いとこから暖かいとこ入った時って鼻水出ませんか。で私誰でも出ると思ってたんだけど、まあ、周りの人見てみると出ない人もいるんですよね、まあ、だからあ、なんか体質とかなのかなとか思ったりしたことがあったんだけど、もうそれはずっとですね。だからもしかするとそれが出ない人もいてってことになると、私の体質かなと思うと、まあ、それもアレルギー、一種のアレルギーなのかな、うん、そんな感じはあるし、うん、そう、前ちょっと喉の違和感もあったけど、今はほとんどないんですよね。1,2,3,4,5,6あとはね、胃腸なんですよね。まあお腹がやっぱりちょっとあんまり調子よくないかな。んでもね、あれです、今はなんかうどんとかおかゆとか、なんかそういう消化に良さそうなものばっかり食べてます。まあ、もう病人的ですけど、でもそうしていた方が体、お腹が、お腹に優しいというか、まあだから目で見るとね、いろいろ食べたくなるけど、まあそこはちょっとぐっと我慢してみたいな生活を送っています。でこれが色がちょっと待ってごめんなさいね、1,2,3,4、次糸を変えるってことだ。うん、なんかそんな感じで、もうだからあとは胃腸だけって感じがしています、多分。まあ本当にあれですね、年末年始に向けて、まあ、今胃腸休めておく感じ
がいいのではないかというふうに、あの、まあ、自己分析というかそんなふうに思っているので、まあ、ちょうどいいっちゃちょうどいいですよね。あの、そんな暴飲暴食するとは思ってないけど、でもやっぱりいつもとね違う食習慣になりますよね、年末年始って。そのあ、ごめんなさい、揺れちゃった。買い物に行ってもね、あの、いつもと違うものしか売ってないし、そう考えるとね、あら、私本当に忘れてしまっているけど大丈夫だろうか。手がとてもぎこちない、ね、だからちょうど良かったというか、胃腸をこう休めましょう習慣みたいな、はい、そんな感じです。で、その対策をねどうしようかみたいな話をねちょっとこの間しましたけど、まだまだ決心はしてないです。まあ、体調がまあねしっかりと戻ってから、決断をしようと思っているので、まあまだ。でもこう本の中で、あ、見たいものっていうか、その私が持っているウェアの本は棒編みのと鍵編みのと両方作品として載っているんですよ。で、今回私の希望としては鍵編みで編みたいというところで、もう選択肢はこう限られてくるわけですね。やっぱりウェアなので、棒の方が多いんですよ、作品数としては。だから鍵編みで編むってなるとすごく、あの、数が限られているんです。ちょっと切っちゃおうか。まあ、だからその限られた中で2点編みたいものはセレクトしてあるんですね。で、その2点を編むにあたりどの糸で編むかみたいなのを、そのセールになっている糸とね照らし合わせてみて、どれがいいのかなみたいなことをお店に行ってやろうと思っているんですよ、毛糸見ながら。で、そのまだお店に行けてないのでまだ決断ができてないという感じですね。うん、お店に行って毛糸見て、その編みたいもの、まあ、あの、私もあんまり本に書いてある通りの糸を買わないのでその太さとかは合わせて買うけど、そんなんでいい糸が見つかったら、うん、こうかな、いけかなみたいな感じを今思っています。そう、だから早く行きたいんだけど、お店にね。ごめんなさい、また揺れちゃった。まだ行けてないという、この辺で中途半端だけど休憩を入れます。忘れる。はい、今日の蓋付きマグカップ、今ね胃腸がっていう話をしましたが、はい、ほうじ茶です。ちょっとまた左右じゃね面白くないので、ほうじ茶はね赤ちゃんにもいいので胃腸に優しい。ちょっとぬるめにしてきました。
なんか寒くなるみたいですね。ちょっとね、数日前そのやっぱり異常な暖かさっていうか、まあ、暑さっていう感じだったんですよね、きっとね。うん、まあだからその寒暖差ってやっぱねしんどいですよね。まあ寒いなら寒いで体もそれに慣れてくるのに、寒くなったと思ったら暑くなるみたいな、それはちょっとね勘弁してって感じ。でもう一回白で編むのか。これ全然頭に入ってないね、そもそも編み方が。ちょっとカメラ外れちゃう。で、ここまで持っていくってことか。ここまで持ってきての 1,2,3,4,5,6 2,4,6,7 2,4,6 7個を編み入れる。1,2,3 本当に覚えてないんだ、何にも。本当に記憶が弱い。3,4,5,6これどうやって数えたんだっけ。1,2,3,4,5 数え方も忘れちゃう。あの最初のね鎖編みを1として数えたんだっけなみたいな。1,2,3そう、セールの時ってまあ毛糸もそうなんだけど、まあ、そういう時にその針をね買っておいた方がねいいかなと思うんだけど、なんかその時に必要じゃない場合は何を買っていいのかってね、それはもちろんそうなんだけど、まあでもそうなんですよ、あの セットで買っているものがないので、あのバラバラでいろいろとねどんどん買い足していった感じだから、あの足りないというかな、あの使いたいものを持っていないっていうことは全然あるんですよね。まあ、だからそう、まだまだ買い足していきたいんだけど、何を買い足そうかなみたいなね、そんなことを考えてるとセールの期間が終わってしまうんですよ、いつも。どうだからね、かぎ針もそんなにたくさん持って、まあ持ってなくはないけどね。そうで、グリップ付きのは最近ね買うようになってきたっていうか、最近出てきたんだけど、あのグリップも編みやすい編み方あるんだけど、グリップじゃなくて両側についている昔からの、あっちの方が編みやすい時とかもあったりして、うん、なんかそうなると本当にどれ買おうってなって決められないですよね。だからあのセットで買ってるすごいねお得なんでしょうし、かっこいいですよね、なんか揃って持ってると。でも私多分それじゃダメな気がするんだよなと思って、それも手を出せないんですよ。なんかかぎ編みのセットとかこうね専用のポーチとかに入ってるのを見ると、すごいそういうの持ってるとすごい、あかっこいいっていうか、あの編み物できる人みたいに見えるじゃないですか。うん、なんかかっこいいなと思うんだけど、あのこのグリップ付きのもいいけど、グリップなしのもなかなか良かったりするので、そうセットで買うのもなって思って、
でそうやって決められないから結局必要になってセールじゃない時に買うみたいなそんなパターンですよ。なんかあーみたいな気がいつもしてますけどね、で色を変える、こんなね。次はね、なんかやっぱ糸変えがね、私スムーズにいかない感じがして、なんか面倒になっちゃうですよね。そこがこの編もうと思えない理由なんだと思うんですよ。まあそれ言い訳なんですけどね、単に。でもね、こう糸変えがなかったらもうちょっと編んでるなって、あ、言い訳ですね、確実にいいんですけど。で引き抜いたら鎖で1個ずつ拾っていく、1,2,3,4,5,6、これを1個ずつ拾っていく、1,2,3,1,2,3,4,5,6、はい、こうなんか数えているのと無言になっている時間が今日すごい長い気がするやっぱりね、喋りながらもうだいぶね慣れてきたというか、あのもう初期の頃、まだあのアフレコにする前は、まあアフレコのやり方が分かんなかったから喋りながらしかできなかったんだけど、もうその時は本当に何でしょうね、まあ、喋りも、まあ、今はだいぶ慣れてきたから喋れるっていうのはあるんだけど、喋れてないし、なんかあのね、その初期の頃に比べたら今だいぶ喋りながらできてるなとは思うけど、でもさすがにこうやってなんて言うんでしょうか、あの初めてのものを編む感覚でやるとなかなかうまくいかない感じですね初めてのものじゃないんだけど、こうね、初めての感覚で編んでるから、そうなるとやっぱり口がおろそかになる。あのまあこんだけ喋っといてなんですけど、私多分基本的には無口ではないかでもね、口が達者な方ではないと自分では思っているんですよ。もうなんかほんとこんだけ喋っといてなんだけど、だからあの必死になっている時にはまず喋れない、喋らない、喋れないだな、気がついたら喋ってないというか、あの必死になっている時にはもう声も出ない。あ、そうそうそう。ほら、なんていうの？怖いもの見た時、例えば、あの、虫がいるとか、お化けが出たとか、そういう時って、なんか、キャーとか言うじゃないですか。あれ、3,4,5,6、あの声私出ないんですよね。あ、まあ可愛い声が出ないっていうのもあるけど、あの本当に驚いた時とかって声出なくないですか私だからあのキャーとか言うのはあのちょっと演出なんだと思っているんですよだからぶりっこしてるっていうのをその悪い意味で言ってるわけじゃなくて、あのとっさにああいう声を出せるっていうのは余裕があるだと思っているんですね。まあだからその才能ね。だけどあの私はだから必死になると声が出ないから、ああいう声をまず出せないということが言いたかっただけなんですけど、だから
一生懸命になっちゃうと喋れないっていう。3、4、5、6、もう一個かな。そういうことが言いたかっただけなんですけど、どうですかね、そのキャーとかいう、あのキャーっていうやつで、本当に怖い時とかはギャーになると思うんですよね。まあそれも、まあ、個性もあるのかな。私が可愛くないだけかもしれないけど。3、4、5、6、まあだからキャーって出せる方が可愛いなと思うんですよね。もちろん声の質にもよるだろうけど、この声でキャーとか言っても多分可愛くはないと思うんだけどね。だからそう、必死になっていると声が出ないっていう話をしたかっただけなんですけど、だから一生懸命にこう編み物に気持ちが入っちゃうと、こう喋れなくなるっていうことですね。だからこういう系のものは動画でやっちゃいけないのか、もしくはやるならアフレコの方がいいのかみたいな、そんな感じが。これそう、せめて1個ぐらいは編みたいなと思っているんですけど、時間かかっちゃいそうかも。3、4、5、6、7ね数えちゃう。でも1個は編みたいよねこうやってなんか一生懸命っていうかな、サクッと編めないのはやっぱりこう労力を使うってなると、これ動画終わったらもうまた閉まっちゃうんですよねそしたら進まないんだよな。なんかそれは残念な気がする。でもあれですね、ね、夏はね、毛ととんでもなく触れなかったけど、そのね、このコットンだったらできたっていうのはすごく今触るとよくわかる。やっぱりね、感触が違う毛と寒い手が、毛と触ってるっていうのはね、とてもいいんですね。いいんですねって今更だけど、あったかいんですね。そんなことをこれを触ることで感じるっていうね。今ちょっと猫映ってますかね、通ってカメラの下にいるんです今で最後の段だ。すごいね、ちょっと映ってますね、カメラとこの編み物の間に今いたんですよ。そのなんかこう視覚というか、そこら辺にいると映らないんですよね、カメラに。だけど私としてはめっちゃ編みにくいっていうこう真ん中、私の視界の前にもいるし、カメラと編み物の間にもいるから、もうとにかく目の前に猫がいるみたいな状態の時に、そう、視覚だったりするともうカメラにも映らないっていう、なんか私の手がただ止まっているみたいな感じに見えるんですよ、そういう時ね。まあいいんですけど
で1、2、3、4、1、2、3、4、分かった。で、分かったと言いつつ、このあれだな、針じゃない、糸の太さなんですね、きっと。くるんってなっちゃうの。なんか全部ね、均一じゃないんですよ。まあ分かっていて選んでるんだけど、だからくるんってなっちゃうのかな。まあしょうがないな、自分で選んだから。まあでも本当、あのつなげちゃえばきっと平気なんですよね。平気と信じてやっているけど、まあまあいろいろ言わずにとりあえずやってみればいいんですよね。一個カバさん作ってみて、でやっぱりその糸の太さをこう統一させた方がいいとか、あ全然違う、ここに一つ入れる、慌てちゃダメ、はい、これでしょ、1、2、3で1、2、3個目ってことか。 これがこれだとしたら1、2、3、1、2、3、はい、なんか違う気はするが、何回も数えて1、2、3、1、2、違った、やっぱり。ちょっと今日暗いかな、あそうでもないか、自分がちょっと暗いだけなんだ。あのなんか光が足りないかなーってちょっと思ったりしているんですけど、画面見るとそうでもないですね。3、7だからそうだな。もうちょっと最後の段は緩く編んだ方がいいってことなのかな。くるんってなっちゃうのをこう防止するのはね。でもきっとこのモチーフも全部あれですよね、あの同じ大きさで編むっていうのもきっと大事なことですよね。でも今更だけど、なんかずれちゃうな、ここなんだよな。あのメガネかなちゃんと見えてない気がする。ここが鎖、ここってことか。あのねこのどの目をとか細かいところを見るときにはやっぱりメガネをしていると、近視のメガネなんですけど、あのすごいぼやけているんですよね。だけどそのぼやけていることがもうなんか慣れちゃってというか、まあきっとね目にすごい力を込めちゃってるんですけど、慣れてるとはいえそういう時ってね一生懸命見ようとするから、だから本当はメガネを外してみた方が、あの老眼にはいいっていうかな、あの見やすくなるですよ。だけどちょっと今めんどくさくてあの外してないんですよね。だから
ぼんやりでしか見えてないから言い訳ですけど、なら外しなさいよって感じなんですけどね。なんかそう微妙なんですよね。外すとまたちょっと遠い、今ね自分で描いたあのすごい雑な編み図を見ながらやっているので、その編み図を見るためにはメガネがいるんですね。うん。だけどこう編み目を見るときにはメガネを取りたいけど、その取ったりはめたり今しているとね、動画中だからあまりよろしくないでね、あのそれよくやるんですけど、あのメガネをこう鼻の先っちょの方にかけて、でこうな説明できますかね、あのいますよね、老眼のおばちゃんがかけるメガネのかけ方鼻の先っちょの方にかけて自分の目をそこに合わせるっていう説明になってるかな、なんかそういうかけ方をしてっていうこともあるんです、私もね。だけどそれやるとね、すごい首に負担がかかるんですよね、あの目の位置をこうメガネに合わせるときに。そうするとまた首が凝ったりして、あので目も痛くなるし、うん、あんまりこうそれはできればやりたくないっていう、はい、そんな気持ちではいるんですよね。うん、まあでもあれありがちですよね、あの昔ね若い時にはそんな気持ちがわからなかったから、なんかあのメガネの描き方ババ臭いと思ったけど、やってるやってるみたいなっていうか、あの描き方はすごい便利って思っているんですよね。面白いなと思って。だからあれですね、本当はなんかこう遠近のやつありますよね、下だけ老眼が入ってるみたいな、まあ、ああいうのがこう必要な年頃なんでしょうね。だからもうすごい、本当すごいと思う、私より全然先輩の方たちでこういう手作業をしている人で、ちゃんと老眼鏡と使い分けているっていう、なんかああこう素敵だなと思う。そこちゃんとなんていうかな、めんどくさがらないでメガネをこう付け替えたりするところとかがね、もう私はどうしてもめんどくさくなってしまう。なんか手のテンションが違いすぎる気がする、あの前の編んだやつと。これやっぱりあれだね、あまあ自分が同じテンションで編めればいいのかもしれないけど、あんまり間開けちゃいけないやつだったかもしれない。っていうか、まあ、まあ何枚も編んでないからそんなに傷は深くないけど、でも違いすぎるかな、ちょっと編み終わったら比べてみます。すごい違う気がするんだよな、今目の端に入っている編み終わったモチーフ見ると。まあでもね、自分が編んでなかったんだからしょうがない、しょうがない。あの私が編みかけがあるからそれが普通だと思っているんだけど、編みかけがない方も多分いらっしゃるんですよね。あの1個編まないと次に行けないっていう方も多分いらっしゃるんですよね。うん、なんかまあきっとそういう方はそういう方で、その編み終わらないと次に行けないっていう逆の苦しさをきっと持っているんだろうけどね。でもこういうふうにこういっぺんに編んだ方がいいものの場合には、そういう方の方が綺麗な作品になるってことですよね。なんかあ全然やっぱ大きさが違ってる。なんかダメな気がする。ほらこれやっぱり赤だけじゃない、こんなに違うんですけど
こんなに違うんですけど、これ大と小ですよね。ダメな気がする。これちょっと言葉を失う。なんかご存知の方がいたら教えてください。これやっぱり同じ大きさのものじゃないとカバさんの時にうまくつながらないですよね。でこのくるんってなってしまう、まあこっちもなってしまうか。もうまだこれだけしか編んでないので、もしかしたら糸をちゃんと揃えて買った方がいいのか、買うっていうか、まあ揃えての方がいいのか。まあでもこれとこれを同じカバさんには使えないですよね。なんかこの私のひどい状態を見てアドバイスがあったらお願いします。これどうしよう、編み進むにも編み進められない。もし編み進むならこっちの大きさで合わせないとダメってことかな。教えてください、わかる人。お願いします。ここは良かった、編んでみて。こんなに違うとは。はい、とりあえずここでやっぱりやめときます。アドバイスもしいただけたらそれを参考に今後どうするか決めたいと思います。ひど。はい、ということで今日は久しぶりにアフリカンフラワーを編んでみました。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画いいと思う方はグッドボタンお願いいたします。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。よろしかったらチャンネル登録もお願いいたします。